はい、皆さんこんにちは、ドラマーのゆうたです。さて、今日なんですけれども、皆様にお知らせがあります。なんとですね、僕の LINE スタンプを作ろうと思います。はい、というのもですね、この提案というか企画、当チャンネルの編集者小島ひまわりさんの持ち込み企画なんですけれども、ですよね。そうなんです。そうですよね。はい、はい、このチャンネルの大人気シリーズといえば、初見でドラムを叩いてみたシリーズ。はい、よっ、ね、はい、大好評いただいてますけれども、はい、そちらの動画を毎回もちろん私が編集してるんですけど、はいはいはい、その中でちょっと気づくことがありまして、うん、ゆうたくんね、演奏中、うん、めっちゃおもろい顔してる時あるんですよそれは前面にね、出てる回とかもあるし、ね、そうですね、うん、そのリアクションに関しまして、日常的にも皆さんに使っていただけるんじゃないかって思ったんですよそれも、その案を聞いた時に、もうこれね、使うかって、そんなの俺の顔と一緒にその文字使うかって思ったけど、うん、確かにね、面白いね。そのスタンプがあったら僕はね、使いたいです。そう、私も使いたいなと思って、うん、例で言えばびっくりしてる顔とか、あ、困惑してる顔、うんうん、まあ、テロップで言えばえとか、はい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 、おとかある、うんうん、あとはめっちゃ喜んでる顔とかね、はい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 、結構ね、喜怒哀楽がね、激しいスタンプになるんじゃないかと思ってましてそうですね、そういうことで、まあ、ゆうたくんにちょっと投げてみたわけなんですよねということで、この企画、今回は視聴者参加型企画にしたいと思います。イエーイ。今回ね、こう皆さんに協力していただいて LINE スタンプを一緒に作りたいなという試みでございます。ということで、皆さんにですね、僕の動画のスクリーンショットを送っていただこうと思います。さすがにちょっとね、スクリーンショットとかそのまま画像にしちゃうと結構荒い画像になっちゃって、スタンプにするとね、ちょっとあのクオリティが低いものになっちゃうんで、一応ね、その送ってもらったやつを僕が再現して写真撮って、同じような字幕つけてでやろうかなと思っております。でですね、こう皆さんからスクショを募集したいなと思うんですけれども、応募方法をまずちょっとご説明したいなと思います。募集はですね、ツイッターでしようかなと思ってまして、僕のアカウントをまずフォローしていただいて、そして今日つぶやいたこの LINE スタンプの企画のツイートをリツイートしてください。そしてですね、皆さんにスクリーンショットを投稿してもらいたいんですけれども、そこにハッシュタグ初見で叩いてみたスタンプっていうのをつけて、ぜひ投稿してください。募集期間は今日が8月6日なんですけど、3日間だけ、8月8日までのツイートを対象とさせていただきます。なんでこの3日間にちょっと絞ったかっていうと、あの、結構 LINE スタンプって作るのに申請があったりとか、ちょっと時間かかるみたいなんですよね。やっぱり作りますって言って何ヶ月も放置っていうのはあんまちょっとね、微妙だなと思ったんで、できれば8月中に作りたいんですよね。なんでちょっと3日間っていう短い期間でパッと募集して、そっから写真を撮ったりとか、こっちはちょっとね、切り抜きとかしたりしなきゃいけないって大変なんだよで、それをやって審査通って8月中になんとかね、作れたらなと思いますんで、はい、期間中はですね、何回でも1人何枚でももう投稿していただいて構わないので、もう早めに、この動画見たら早めにすぐにつぶやいてください。お願いします。で、さらにこれ採用された方には、僕が再現して写真を撮るんですけど、写真を撮って、スタンプにする前の元の画像を、サイン付きでプレゼントしようと思います。いいよ。例えば同じ動画の同じシーンのスクリーンショットが何人かから送られてきた場合は、まあ、そこはちょっと抽選でね、1名様ということでさせていただきますので、ぜひぜひ、ここはもう俺しかもう知らないんじゃないかみたいなそういうコアなシーンとかを切り取ってもらえると嬉しいかなと思います。テロップのないところとかもね、地味に面白い顔したりするので、テロップないところの顔だけ使ってテキストはこっちで君で書いてもいいし、そう、ツイッターのその投稿のところに書いてくれてもいいじゃない。あ、投稿のところに書いてくれても大歓迎、それは確かに、うんうん、ただその顔はね、再現できるかっていうのはちょっと怖いところなんですけど、いやいやいや、本人なんだいけるか、いけるかで、これ初めてやるじゃない。そうだね、こういうの初めてやるから、ちょっとツイッター本当にみんなつぶやいてくれるかなっていう不安がすごくあって、これさ、3日経った時にハッシュタグ初見で抱いてみたスタンプって調べた時にさ、うん、なんか該当ツイートはありますかもう悲しすぎるから、そうなったら、うん、もう自分で作ります。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。僕はドラマとして叶えたい夢がたくさんあります。応援してくださる方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。他にもこんな動画ありますので、ぜひぜひ終わったら見てきてください。そして概要欄にはですね、こんな動画が見られるメンバーシップの情報や SNS の情報なんかがいっぱいあります。特に公式 LINE では僕のプライベートを毎日上げてますので、ぜひチェックお願いします。またね。